ボーディマイスターは、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバである。主なカチクラは2012年のアーカンソーダービー。2009年4月28日に誕生。2010年9月のキーンランド一ウ馬セールに、上場され、アハマド・ザヤートによって26万ドルで落札される。後に、ボブ・バファーと長教師の息子の名前にちなんで、ボーディマイスターと名付けられた。2012年1月にデビュー。 4戦目のアーカンソーダービーをキューバ新反差で圧勝し、一躍、クラシック戦線の最有力馬の座に躍り出た。このタイミングで、モレノ夫妻がザヤットから所有権の一部を購入した。しかし、ケンタッキーダービー、プリークネスステークスでは共に一番人気で、逃げ切り価値を狙うも、いずれもゴール前で、アイルハブアナザーに差し切られて2着に赤敗した。 三冠最終戦のベルモントステークスは回避し、8月のトラバーズステークスに向けて調整されていたが、レース直前に左肩部の抹消神経障害によって現役引退が決まった。以下の内容はイクイベスの情報に基づく。ウィンスターファームにて2013年からウィンスターファームで種子バ入りした。初年度の種付け量は3万ドルに設定された。 初年度3区から2017年のケンタッキーダービーを制したオールウェイズドリーミングを排出した。2020年からはトルコで強用されることになった。ありがとうございます。